おはようございます。今ですね、今日は一宮で、体験会があるので、今駅の方に向かってます。これから今日手伝ってくれる店主を拾ってのビサイスポーツセンターに向かいたいと思います。テープってもう王道テスタートの時間帯でした。そうですね。はい。犯人になったら僕の方にちょっと話をするので、多分5分もしないぐらいで来るような感じになると思います。はい、わかりました。今日手伝ってもらったタナさんありがとうございました。ありがとうございます。僕の数々の失態をフォローしてもらってとんでもないです。2年前、はい、来てもらったじゃないですか。はい。なんか子供たちがちょっとおとなしかった気がする。そうですね。人数が少なかったってのもあるんですけど、はい、少しおとなしかったかもしれないですけど、でもみんな楽しんで、そうですね、はい、体験してくれてたんで、いろいろと補足をしていただいてありがとうございました。先ほどバス停に着いて、今競技場に向かって歩いてます。ジーグリーンさんのもう引退されるということで、試合後にインタビューをしたいと思います。
写真撮ってもらいます。何選手の話マジで4年間お疲れ様でした。すごくないですか。すごい監督に書いてもらいました。上野やマジや監督さんやマジや。上野さんノリノリだった。ちゃんとちゃんとちょっといないでまさかいどんなんいいまさかいなマジでお疲れ。これちゃんと証拠の動画もありますよ。やばっ。あと3人もらったらお疲れ様です。やばっ。お疲れ様。さすがで、これおーその店なくなってまったけど。あ、ほんとなくなった。いやいやいや、怖いな。いいっすよ。いいよ。書いてる書いてるヒーローヒーローにサインもらってる。取っとかればもう切れれば。おおかっこいい。あ、ちょっと待って。つづりが確かにどっかで一回間違えてましたから。そこそ入れようぜ。もうい10年がお疲れって逆10年間お疲れましたみたいな。あの後でインタビューするんで。あ、そうか。あの帰らないと。いいな。俺も欲しい背中にでっかくでかくマジでマジマジでかくでかくもう埋まるぐらい。俺の名前なんだ。何かを間違えた。サイズを間違えた。もうあの一言二言とかから二言二言ジグリちゃんとあの仕込みじゃないちゃんとしたファンがちゃんとしたファンがいらっしゃるから。ジグリ10年間です。はい、ジグリさんお疲れ様でした。 ありがとうございます。今の気持ちを嬉しいです。嬉しい。みんな楽しい。なんか写真撮ってもらえて。あ、お疲れ様でした。また来年嬉しいです。また来年は来年はあの普通に普通に普通に応援します。はい、普通に応援します。お疲れ様でした。視聴者の方に一言。視聴者の方に、はい、10年間ありがとうございました。応援ありがとうございました。関わってくれて僕に関わってくれた皆様ありがとうございました。一緒に遊んでくれた子供たちありがとうございました。また誰かがジグリーンをやってくれると期待しております。2代目です。2代目誰かがやってくれると思います。はい、ありがとうございます。今日は、柏木陽介選手と田中純也選手とジーン・グリーンさんの引退
試合でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。